皆さんこんにちは、かよです。前回のデロリアンの動画から今日まで約3週間、キットに組み込んでいくちっちゃいその配線をどうするかっていうのをずっとやってたんですけれど、ようやく組み込みが終了しました。というわけで、喋りが長くなる前にご覧ください。最初はまずシャーシについているグリーンのライトからつけました。こういう感じで内装がくっついてくるので、ライトが干渉しないような配線に角度持ってってます。次はここの奥のテールランプです。ここはナイト2000の時みたいにもともとこう LED 光らせる体では作られていないので、自分で設置場所を作らなくてはいけなかったです。で、私が考えたのは穴を開けて、でそこに透明のプラ板をまず窓みたいに作って、そこにダイレクトに LED くっつけちゃおうみたいなもうそれしか頭に浮かばなかったので、こういう状態になりました。これは裏側ですけど、こっち側がそういう感じで、あのランプが窓があってもろにひっついてるみたいな感じになってます。クラスターはこれとこれですね。今度はチップ抵抗じゃなくて普通のカーボン抵抗を使っています。なぜならこの基板を作るところが難しかったので、今回はこういったカーボン抵抗にしました。エレキットさんの5ミリ砲弾を使ってすりガラス調に削っていた透明プラ板を中に組み込んでいるので、光がこう全面にボワーってした感じで発光して見えます。
はい、そして今回一番の問題だった LED フィラメントですね。これは何が難しかったかっていうと、この導線をつなぐ部分なんですけれど、ここにすごいハンダが乗りにくくってなかなか苦戦しました。まあ、でも通常の LED を導線つけるときは320度ぐらいでいくんですけれど、もうマックスの420度までこの温度ダイヤル上げてやるとどうにかいけました。温度って関係あるんですかね。なんとなくやってみたらくっついたっていうだけなんですけどね。低温だとツルンツルンしてて、アルコールでちょっと吹いたりもしたんですけれど、なんかいまいちつきが悪かったです。それとこの弾力性のせいで、すっごいこう、なんですか、すっごいここにくっつけるのに苦戦しました。最初はボンドでいけるかなと思ったけど、もう指で押さえながら進んでいかないと結局この形になってくれないんですよ。で、指で押さえつつ、もうジェルライトですよね。一気に1分間じーっとして、押さえながらじーっとして、次押さえながらじーっとしてみたいな、それの連続でちょっとずつくっつけました。まあ、本来ならばこのもともと組み込むところも2ミリぐらいこう掘ってたので、そこにピシャッとこうはまるはずだったんですけど、もう全然はまってくれなかったです。こう余分に溢れ出た感じ。まあでも光ったらあんまりそこも気にならなくはなるんですけれど、いや、なかなか苦戦しましたよこれ。皆さんもこれ使うときは、ちょっとマニアックな人でしょうけどね、そういう人はもしこれ使うときは、あのジェルの接着剤を絶対持ってた方がいいと思います。私はネイル用のこの安いやつを使ってますけれど、一応模型用とかにも出てるし、ペンタイプでの LED ランプみたいなのもあるみたいだし、細かいところまでこう差し込んでいけるのはそっちの方が使い勝手いいよなって思います。なんか動画で見るとすっごい一瞬で終わるんですけど、とっても苦労しました。
とっても頑張りましたとっても頑張って、元々のあのボディのステンレス塗装をもうまちょっと汚しちゃったりしたところもあるけれど、まあ、そもそも使用感があったと思って、皆さんもし生で見れる時があったらそういう温かい目で見てくださいそれじゃあ次回は今つないだものを、こちらのベースに置いて、後ろから配線を通し、この箱の中にここから入れて、ここにメインの基板を作っていきたいと思います。ちょっとまた時間がかかるかもですが、皆さん気長にお待ちください。それじゃあまた見てね。バイバーイ。